んですよって言うんです。そうじゃない？またこれ映画だと大型だったんですよ。はあ、違いますよ。そうでしょうが。違うんでしょ？だったら親も違うんじゃない？本当に納得したかどうかは分かりませんけども、恐れ入りましたって言って引き下がりましたがね、親を子供ができて初めて親になるんですね。教える生徒が得て初めて先生になる。なんとか一遍先生になるとずっと先生みたいな顔してるけどね、そんなことないよね。現職を離れたらもう先生じゃないんだから、教えてる教え子がいるから先生になれるんで、先生にしてもらってるんですよ。檀家がいるからお寺の和尚さんになれるんで、檀家のいない和尚なんているもんです。そしたら悪ということがあるから善があるんで、善善だったらそんなもの全然善じゃないわけよ。悪があるから善なんで、悪いやつがいるから善人っていうのが目立つんですよね。だから善書館に来ると大体みんな同じような顔に見えるんですよ。こうやって見てると皆さんそれぞれ不本意だと思いますがね。しかしね、全書案に来て消防現象の勉強しようと思っている人は同じようなその今日を持っている。今日さっき出て境地の今日、これはこう自分の外にある世界のことなんです。それから人間には必ず今日があるんです。でその今日が今日にいろんなこう色がついている。例えば非常によく見える今日を持っている人と、非常に凶悪に見える凶を持った人といるんです。で皆さんここに来た時は同じような凶を持っているから同じような顔に見えるんです。でも家へ帰るとそれぞれ違うんです。本性を表すと言いますかね。いや実は昨日の夕方ですね、私の30年ぐらい前の教え子から電話がかかってきまして、永遠30分間別に何も話じゃないんですよ。ただ私の声が聞きたいって言うんですよ。それはまあお安い御用ですよねと、私が電話で払うわけじゃないからいいけどもね。そしてもう面々と彼女が言うには、私は幸せなうちに育って、私の担任だった先生と結婚して子供が3人生まれて、その3人もみんなそれぞれパートナーを、持って、今は主人と2人だけ、主人は定年退職しました。で毎日主人と2人で、その幸せに暮らしています。この間箱根に行きました。箱根に行って芦ノ湖のそばへ行ったら恐ろしく寂しくなったんです。芦ノ湖見てたんです。へえ、芦ノ湖見ると寂しくなる。はい、それからもうずーっと落ち込んでるんですって。もうどうしようもないんでね。それで30年前先生に教室で教わった時にもう一生懸命お話聞いたのを思い出して、先生の声が聞きたい、ちょっとその電話です。もう彼女いろいろすごいこと言いましたよ。お前年いくつになってるって言ったら40歳なんで、へえバーバーになったね。はい、バーバーになりました。でも昔からババアではありません、それはそうで分かってるやん。そして、あなたは旦那さん好きになって一緒になったんでしょって言ったら、はい。だったらいいんじゃないの、子供は3人好きだったな、その旦那さんと今2人きりで暮らしてんだから幸せじゃないって言ったら、それが朝から晩までそばにおりますの。はあ、鬱陶しいって言ったら、鬱陶しいって言うんですよ。それと寂しいのと関係あるって言ったら、いや関係はありませんけども、私が考えていることが分かっていないみたい。いや彼女はいろんなね哲学的なことを言いましたよ。私が考えていることを主人は分かっていないみたい。で主人は私を教えていた頃の私を見ている。それから30年以上経っているんだから私変わっている。先生40代の女ってこうございますよって怖いこと言いましたよ。私が考えていること主人は全然知りません。今日は帰られたら
奥さんにとくと聞いてみられると言いますね。俺がいつもお前のそばにいると鬱陶しいかって言ったらよくぞ言うてくださったって言うかもしれませんがね。いやもう彼女の寂しさなんてのは贅沢ですけども、でも寂しいのに贅沢も贅沢でないもないんで、寂しいのは寂しいんだから。何かちょっと間違えたんだろうね。うん、つまり他人の先生で自分を特別可愛がってくれたというそのこう嬉しさっていうのがあって、これが自分の一番の目標の男性って思い込んだけど、そうではなかったんでしょうね。やっぱり男がいて女がいて、女がいて男がいるんだから、結局あの人生の原点っていうのは夫婦ですよ。その夫婦が、よくよく考えて、どっから考えても裏から考えても後ろから考えても、もうこの人しかいないと思って結婚したんだったら、そんな寂しくはないはずだよ。寂しいというのはどっか隙間があるんだよね。私はあの、ナショナルの NVX100 というカメラを手に入れましたときに、箱根へ飛んでいきまして、彼女と二人で行って、箱根のあの、箱根神社のとこを通り過ぎて向こうへ行きますと、湖のそばにレストランがあります。そのレストランに一度も入ったことはないもんでね、ちょっとそこ行ってコーヒーでも飲むか、なんて入ったらコーヒーどころかね、美味しいものがいっぱいあってね、それでもういろいろいただきまして、そこでこう湖を通る海賊船とかパイオニア号とかいうのをね、その NVX100 でこう撮ってね、これがまたとびっきり美しく撮れたもんですから、もう見ててわかるんですよ、これはすごいよく撮れるって、ね、寂しいなんて感じてる暇なかったね。うまいもの食って景色が良くてね、もう一番安心してる女房が横にいて、何が寂しいかと思って、俺全然寂しくない。だから足の子って言うと、あの日の風景ってあれこう出てくる。ところが彼女は足の子って言うと、なんか少女とした豊穣期みたいな世界がこう広がってるんじゃないですかね。これやっぱり自分で心理分析して、なぜそうなるか、なぜそうなるかって考えなきゃいけないよね。まあ考えたら寂しくなくなるかっていうと、そうはいかないけどね。で、私が言いたいのは、その、この旦那さんはですね、そういう可愛らしい、しかも腹の中じゃ何を考えてるか分かんない女の人を奥さんに持っているわけで、その人の旦那だから、だから相手のことがよく分かんなきゃ自分のことも分かんない。ちょっと学校を定年退職するまで無事に勤め上げて、いい先生だと言われた自分ってのは何だって言ったら、自分のそばに生きてる女房さえ分かんない。どうやせりゃそうだよね。自分のそばにいる女房さえ分かんないものが教育ができるか。本当の教育はできないよ、そいつは。そこまで言いませんでしたよ、彼女にはね。でも考えたらそうじゃないですか。そうすると夫婦の間っていうのは、かなり大変なものですね。親子も大変ですけど、夫婦も大変だ。これが習従ということになったらもっと大変だ。練習のお坊さんはお師匠さんに対して絶対服従するって言うけど、あれもどうかね。いつか南禅寺の柴山善慶老師のお弟子さんが私の家を訪ねてきて、まだ四ツ谷に住んでいる頃でしたがね、私は柴山善慶の弟子でございますって言うから、あらまあ老師のお弟子さん懐かしいねって言って、じゃあ晩御飯でも食べてきなさいよって言ったら、ではそうさせていただきますって言ってね、鉄鋼キャハンみんな外して上上がって、でこういろんな話してたんですよ。もう2時間ぐらい話しましたかね。そしてご飯になって、ご飯を食べていたら、人間ってあのうまいものを食うと油断するんですね。油断するんですよ。そしてね、何かの話の時にひょいと、の先生はあの柴山老師のことを本当にまあ大変尊敬していらっしゃいますけれども、
私どもは老子のすぐそばについておりましたんで、まあ先生もご存じないようなことをいろいろ知っておりまして、言い出した。それで僕は腹が立ってね、人のうち行ってただで飯を食いやがって、そこの主人が尊敬している人の悪口をこれから言おうという根性が気に食わない。それで、あんたはな、何の話を僕にするつもりか知らないけど、私はね、師匠の悪口をね、その師匠を尊敬している人の前で言うような男はね、信用できないんでね、悪いけど帰ってくれ。食事の最中追い出しました。私が食事の最中追い出したのはこの坊さん一人。ああいうことは良くないよね。人間は言っていいことと悪いことってある。たとえその坊さんが言ったことが本当であろうとも、そんなことを言っちゃいけないんだよね。私が言ってくれって言ったわけじゃないんだから。人が尊敬している人のことをね、貶めることを言うのは人間のクズだよね。坊さんでも何でもない、だ出てってくれ。でもそういう心というのが弟子の中にふいっとこう起こるようなところがあるんでしょうね。臨済禅の師匠と弟子という間には。だから弟子ばっかり集めて師匠のこき下ろしなんかさせたら、まあ次から次へと出てくるんじゃないですか。亡くなった学長のお師匠さん、梶村逸外という人、僕は嫌いだったんですよ。私の耳に入ってくるのはあんまりいい話っていうのはほとんど入ってこない。それでね、梶村逸外さんというのは大したお坊さんじゃないんだなと、大体まあ、言うとありますでしょうね。ところがですね、私は驚いたのは、今から3年前、谷さんのところへね、谷さんが、先生どうしてもうちの大学見てくれって言うから行ったんですよ。いや、この谷さんはね、梶村逸外さんのことを戦士、お師匠さん、私の師父はもうそれこそ朝原とこの騒ぎじゃないですよ。もう孫子です、孫子。いや、戦士は、彼は戦士って言うんですよ。戦士は何よ、戦士はって言う。それで、すんごいもんだなと、これだけ男が惚れ込むというのは大したもんだなと思ってね、私 その日から入れ替えたんです。つまり梶浦逸外さんというお坊さんは あまりいいお坊さんじゃないなと思ってたのを心に全部入れ替えちゃって、すげえ立派なお坊さんだったと思うことにしたんですよね。でも時々そうは言ってもちょっとこう出かかるんですけども、でもね、もう谷さんが死んでしまうとどうしようもないよね。それ言った本人が死んじゃったんだから、これはね、本当にもう死人に口なしじゃない、死人には抵抗できない。ですから梶浦逸外さん、立派なお坊さんだったと思いますよ。大体男はね、すごい立派なとことあんまり良くないとこって共存してますよ。だって世の中演技だからね、選抜行為でリラティビティだから、関係し合ってるんだから、その絶対的にすごいいいとこばっかりある人間なんているもんですけど、そんなもん言ったらお化けだよ。ほんと絶対変なとこもあるよ。僕は谷さんって人はもう本当に好きでした。もう あの人のね、映画を見るんだ、大変好きだったんですけども、あの人はもう座禅があんまり好きじゃなくてね、好きじゃないんですよ。ですから内接心になると時々やりきれなくなって逃げ出すんですよ。どこへ行ったか知りませんがね、こっそり抜け出す。そして夜中の2時頃戻ってくると、今の学長が、雲水の取締役ですから、入り口のところ一人だけ起きてね、こうやって座禅して、普通ね、老子が脱出した外へ出た時は帰ってきやすいようにそんなところにはいないんですよ。それがね、一番よく見えるところに座禅してるんですよ。そうすると谷さんは見て、まずいな、あいつがあそこにいるから、それで今除去所で長谷川っていうの、長谷川お前行ってな、ちょっとうまいこと言ってこい。そうすると長谷川が言って、あ、
老子はカクカクシカジカで、御用が流れきまして、その今頃帰ってまいりました。そしたら困ってたんでしたもん。嘘をつけ嘘をつけ嘘じゃありませんよって言ったら、嘘をつけ、本当のことを言え、本当のことを言わなきゃ老子でもここは倒産。その間長谷川がもう困っちゃってね、ああでもないこうでもないなんて言ったら、嘘をつけ嘘をつけ、最後もう勝手にしたからいいんだけど、老子はあまりお疲れになったのでいっぱい飲んでお帰りでありますって言ったら、最初からそういや、いいじゃん、老子だって酒は飲みたいことある、通れそれで老子が自分の弟子ですよ、山川宗玄は、その山川宗玄の前にいや、かわいいですね、我がこういうのが好きですよ、山川、俺が通るのに何か文句あるかって言うかって言ったら、それはできないんですよ。だって、彼は運水全部を取り締まる役、老子がいない時は老子の代わりをしてるわけだから、その老子が飲みに行ったのをちょっと捕まえるのは彼の役目だからね。そういう人ですからね、すごい真面目なんですね。今学長になっても宴会の席は一切出ませんって言うから、もうみんな困り果ててるんですよ。寄付もらうときにはみんな酒を飲んで、まあ、あんたはな、100万ぐらいどうかなんて言ったら、老子に言われるとしょうがないし、みんな出してきたでしょ。その宴会の席がないでしょ。いやー、ああいうのも困るよね。俺が暇ならやってやるんですけどね。いや、誰にもできないです、その人相は。山川さんにもできない。だから山川さんは己をよく知ってるから、運水を鍛える方に全力を挙げてる。だから運水はね、谷さんの頃よりも顔つき良くなりましたよ。立派な顔してる。何がいいやら悪いやらね。でも専門道場にいる時にいい顔してたやつが自分の自業へ帰っても続いてるかというと、これが続かないんですよね。だからね、もうどちらがいいやら悪いやら、もう谷さんはあのようで笑ってるでしょうね。でも師匠と弟子というのはそういう相関関係にあるんで、絶対的にすごい師家とか絶対的にすごい弟子とかいうのはいないんですよ。俺はいない。まあそういうふうにですね、人生というものを考えていくというのは面白いことじゃないかなと私は思うんで、皆さんもその演技という考え方ね、もういっぺんよく考えた方がいいなと思う。神様は絶対、宇宙も絶対、ついて言ったら天文学者は宇宙はどうして人間をこの地球に生み出したか、第一この地球をなぜ生み出したか、それは人間を生み出すためだ、なぜ人間を生み出したか、宇宙がどのようにしてできたかということを人間に証明させるために人間をこの世に表した。そうすると宇宙を証明することができるのは人間だから、人間があるから宇宙があるということになる。これはすごい発想ですね。僕初めてこれを天文学者に聞いた時はたまげてしまいましたね。もう本当そこまで言うかっていう感じで、でそれを聞いて次の年韓国の女子大学と、私がその頃学長していた法専の学生と国際交流会というのをしたんですがね、それで長いスピーチをしてくれというから、長いスピーチしてやりましたよ。そしてここはキリスト教系の大学であります、で皆さんにとっては神様というものは絶対でしょう、しかしですね、宇宙物理学とかそういう専門の学者たちは何と言ってるか、宇宙がどうやって出来上がっていったかということを証明してもらうために人間を生み出したと言われている。神様はじゃあ何のために人間を生み出したか、神様というものの存在を証明してもらうために人間を生み出したんじゃないか、こういう考え方はできないですかねって言ったら、いやもうその時ね、その韓国の大学の他の学科の学生もいっぱい来てたんですがね、こう波が揺れるみたいになりましたよ。もう大騒動。一
一番びっくりしたのは向こうの学長ですよね。こんな講演を私は初めて聞きましたって言って、いやね、感心してくれましたからね。もうでもそれは本当じゃないでしょうか。人間というものがなかったら神様のこともわからない。子供がいなきゃ親のこともわからない。人生ってそういうもんじゃないでしょうかね。生きているということがよくわからなきゃ死ぬこともわからない。死ぬことがわからなきゃ生きるということもわからない。私は寺の息子ですけども、ずいぶん長い間死んだらね、真っ暗なとこへ行くという感じがずっと続いてましたね。ですけども、ある時死んだら綺麗な花園みたいなところを通り過ぎていって、そうしてこの世で昔会った人たちが出迎えてくれて、そうしてその次に行くべきところへ行くっていう話を聞いた時ね、いやーこりゃすげえなーと思いましたね。そうするとそういう話がいっぺん出てくると、次から次へとね、同じ話が近づいてくるんですよ。ですから私は今死んだらね、ちゃんと花園みたいなとこを通って、いろんな人と会って次の世の中行くと思っていますがね、私より上手が私の家内でね、あいつはね、あいつはあの方はね、花園社長みたいですよ。私と話してる時にね、なんか遠くの方見てるから何見てるのって、お花畑がいっぱい見える、しょっちゅう見えるんですって。何でしょうかねって言うから、それはね、あんたが死んでから行くとこ。あら、そう、私先に見てるのかしら。そうだよ、普通の人は死んでから見るのはあんた先に見てるんで、偉い人ですよ。あいつは大したもんですよ。きっとね、ふっと出てくるんですって。私なんか全然ふっと出てこない。飲み屋のこの間塩サバのうまいのを食ったんでね、こうパッと塩サバが目の前に出てくる。ところが家内はあの世のこう花園がピーッと、人間の格が違いますね。大したもんですよ。そして、どうせ私の方が先に死ぬんだから、花園の向こうからよう、なんで私が出てくるんじゃないでしょうかね。こうやったら死ぬのも楽しいんじゃないですか。それが嫌な女房と一緒だとね、あいつがまた出てくるとなーなんて、やっぱり結婚するときよく考えてした方がいいですよ。こないで非常にうるさいおばあさんが、うるさいよ、うちしょっちゅううるさいおばあさんが電話かけてくるんですよね。先生はあの世というものを信じていらっしゃいます。信じてるよ先生は。春秋は三世、夫婦は二世、親子は一世ということを信じていらっしゃいますか。信じてるよ。はあ、先生にとって奥様は何でしょうか。あれはね、私の教え子です。だから春秋、それで私と兄弟、親子、そしていろいろあるから、春秋は三世、夫婦は二世、親子は一世って言うから、三、四、五、六回あの人に会うだろう。でも、このバーバー、さすがにびっくりしちゃったんですよね。そんなことはどこに書いてありますの。どこに書いてあるのかって俺がそう思ってるんだから。じゃあ六回お会いになる。しつこいな。ばあさんの相手は、私は会いたくない。そうだろうね、向こうもそう言ってるよ。楽しいですよね、そんなこと考えると。人間やっぱり来世のことも考えなきゃ信心は定まらないよね。学者が信心に定まらないというのは、死んでからどうなるかってことは考えたこともないからですよ。ずっと長生きすると思ってるんだよね。そうはいかないよ。僕は戦争行った時はもうあくる日は冷たくなってるんだもん。本当に隣で話してたやつに弾が当たって死んじゃうんですもん。目の前で死んじゃったからね。いや、平和になるとそういうことがないからボケちゃうんですね。でも考えたらそうですよね。年寄りが一人で死ぬっていうのが増えてますね。
この間ラジオ聞いてたら、ボランティアで一人で暮らしているおじいさんやおばあさんのところへ、毎日通っていってお便所へ連れて行き、おしゃべりをし、お風呂へ入れてやり、30分間でそれ終わって次のおじい様のところへ行くっていうボランティアなんですってね。そのボランティアはみんな若い人だそうですがね、そのボランティアのお嬢さんたちが来るようになるとね、その一人住まいの年寄りが年齢で変わってくるそうですよ。地方がね、精神的地方っていうのが治ってくるそうです。人間の地方症っていうのはまず精神的地方症になるそうですよ。一人で物を言わなくなる。そうするとこっち側がどんどん地方症になると体が地方症になる。ところが地方症になりかけたじい様やばあ様のところへそういう人が行って、その他人との関係っていうのはリレーションシップ、つまりリラティビティが復活してきますと目の色変わってくる。いやー、それはだからやっぱり人間はそういうことしなきゃいけないんですよね。けどおじいさんやおばあさんとか行って、ああ元気とかね、なんかちょっと届けてあげるとか、それだけでそのおばあさんは地方症にならないですよ。もう一つは立って歩けっていうのがあったね。年寄りは座り込んでしまう。座り込んでしまうと立たない。立たないとその全部の体重を足が支えるということがなくなる。足が全身の重さを支えるというのはすごいことですよね。それだけで人間は地方にならないって。それが座っちゃうとね、動かなくなっちゃうんです。こっちすぐダイレクトに来る。だから歩き回ってる頭のおかしいっていうのはね、あれおかしくなってから歩き回ってるんで、その前は歩いてないんです。だからおかしくなるって歩き回る前に歩き回らなきゃダメなんです。分かったかな。よく分かってない。地方症になるとその辺歩き回るんです。それから地方症を抱えているね、長女の長男の親御さんがあんまり苦しいんで、その自分の旦那の妹を2人にちょっと助けてよって、もうこれじゃ私が変になっちゃうっていうんで、その妹たちが来るとね、ボケた老人というのはそういう人を見ると嬉しいもんだから元へ戻るんですってね。とちっともおかしくないじゃないの、おかしいなんて言っちゃってなんて喧嘩になっちゃうんですって。それでその連中帰って次の日からまたはっとこうなっちゃう。人のことじゃね、これはもうね、もう皆さん自分のことですよ。だから立たなきゃダメ、歩かなきゃダメだって。運動しすぎたやつ早く死ぬそうですね。スポーツの選手とかなんかかっこいいこと言ってますがね、あれは60以上生きられない。皆さんって何もしなかったやつをね長生きするんですよ。もう絶対長生きする条件備えてるよ。これで消防限度なんてわけのわかんないことをこう考えてると、これ地方の予防になるんですよ。いいじゃないですか、ここへ来るのに歩いて坂上がってくるんだしね。ところで私これから京都行きますので、ちょっとこの辺でやめさせてくださいね。どうもありがとうございました。